阪神は1日、鍵谷蓮投手、岩田正樹投手、片山優也捕手、遠藤城内野手、高濱優斗外野手と来季の契約を結ばないと発表した。井川選手のコメント。リーグ優勝、日本一を達成するというところは、本当良かったと思いますし、甲子園でヒーローインタビューを今年受けられたというところは自分の中で夢だったので良かった。もっと見て欲しかった。それなりに自分も今年に関しては手応えを感じていた。チャンスが欲しかったなというのは正直あります。僕一人の力ではどうにもできなかった。本当に感謝してます。その気持ち一つです。自分の限界まで、最後まで戦い続けたいという気持ちはあります。5年間、たくさんの方々に支えられて練習や試合とか、いろんな面で成長することができた。トライアウトは今のところは受けたい。自分のアピールポイントであるバッティングも思うようにできなかったので苦しかったですけど、若い子の練習している姿を見てそういうのが力になった。だからの持ち腐れ感が半端ない。他球団行けば絶対にチャンスはあると思う。下で結果を残してもあげてもらえず、首を切られる選手が多勢出てくるのではないかと心配になる。阪神の2軍で飼い殺してしまうよりは、新天地で頑張って活躍してほしいと本当に思う。数年後に大活躍して、放出した阪神に悔しい思いをさせてほしいと思う。1軍で岩田を見てみたかったなぁと思う。岩田のコメントを読んで涙が出てきたし、あのコメントは岩田の本心が滲み出ている気がした。岡田大成の一番悪いところ、どんなに2軍で結果を残しても1軍の固定メンバーが調子悪くてもまるで初めからいない存在であるかのように全く使わない。岩田とか遠藤とか片山とか、今年1回ぐらいはチャンスもらえても良いような成績で直接のライバルとなる選手も不調だったのに、かわいそうなぐらいチャンスがなかった。他球団で岡田監督を、阪神球団を見返してほしい。チャンスもなしで戦力外では、ドラフトで取るか、取らずに残すか、ってことも考えての戦力外なんだろうか。上のメンツが詰まってるのはわかるけど、ちょっと公平を欠く印象。